きかな。鉄道運転士さん、
時間の時にあるんですよ、スープが。コンポタージュとかいろいろで、メンバー結構飲んでるけど、私むくみやすい体質すぎてさ、スープが飲めないんですよ。羨ましい。メンバーむくまない体質多分ね。だからも飲めない。緑茶です。いつもお話し会の時はあったかい緑茶とか青じ茶とか飲んでる。焼きちゃんぽん、おいしそう。人生で初めてこんな声かれました。どんだけはしゃいだんだって話。でもさ、会場が空調とかあったし、ね、だからね、来月ね、広島のお話し会 2days あるよ、リアルお話し会。だからお話し会でこれ置こうかなと思って、これをここにこうやって置いて喋るね。やっほーってこうやって喋るから、そしたら多分大丈夫。バラちゃん、バラありがとう。そう、明日明かしても日曜日にまた直す。いや
何時だ今？ 3 時。
何するんだろう。これや
サインでさ、エアドロップしたい。むくみ。むくみエアドロップして、ちょっともらってほしい。
そこそなのによく聞こえる。そう、めっちゃね、